次に尾形凛太郎君、はい、最後20分よろしくお願いいたします。ファトクの第4次審査報告書を読んだんですけども、どう言い繕ってもですね、今回はギリギリセーフというのが現状だろうと思います。ただ私が思うのがですね、日本より成績がいい国の中に例えばロシアとかですね、イタリアとかですね、そういう国が入っている。もっと言うと日本は例えばサウジアラビアとかマレーシアとかそういう国よりも実は状況が悪いというふうに認定されているわけですが、別に日本が超マネロン大国だと私は思わないんですね。で、ファトフの指摘を細かく読んでみるとですね、どう見ても日本側が自国の対応を正しくきちんと説明しきれていないことを伺わせる表現が散見されます。何々が明らかでなかったとか、よくわからなかったとか、つまりですね、英語対応とかプレゼン能力とかそういうところに問題があるのではないかと思いますが、いかがですか。うちの審議官、ファトフの総合審査におきましては、審査団に対しまして、国際基準に沿った形で自国の制度や対応につきまして、英語またはフランス語で的確に説明するということが重要となってございます。ファトフ自体は第一次退院審査の具体的な内容を開示しておりませんので、詳細は差し控えますが、昨年8月に公表された報告書はですね、関係省庁のほか、金融機関や業界団体など幅広い対象者にヒアリングをした上で取りまとめられてございます。その過程におきまして、これは日本に限った課題ではないと思いますが、すべからく完璧に審査員に応答できたかという点はですね、母国語でない言語での説明を要したということで、一つのハードルが存在したということは認識をしてございます。尾形君、はい、私見ててですね、本当に報告書の最後の一文ですよね、明らかでなかったとか、よくわからなかったとか書いてあるのを見て、多分説明できてないんだろうなと思うので、第5次審査に向けては本当によろしくお願いを申し上げます。その過程でですね、実はに先ほど言ったような国々というのは、おそらく外形的には体制が整っているんだと思います。例えばイタリアという国なんていうのはマフィア対応で非常に法制度が整っていて、それをきちっと説明できているので、点数が高いということになっているんだと思いますが、こういう外形的に体制が整っているかどうかということが非常に重要であると思うときに、非常に気になるのが、もう今日出たかもしれませんけれども、司法書士の扱い、範囚法における司法書士の扱いが非常に気になります。取引の確認については、範囚法の第4条1項ですけれども、弁護士が落ちています。ただし弁護士は取引確認の義務から落ちてるんですが、その後第12条で、弁護士については快速で対応するということが書いてあります。一方、資産収入の確認、第4条第2項において、司法書士が落ちてるんですね。で、あともう一つ、第8条、疑わしい取引が、これも司法書士は義務から落ちています。しかし、それを補うために、例えば快速で対応しますとか、なんだとか、そういう規定がないと、これは法の欠乏ではないかと思いますが、いかがですか。井ノ原警察庁部長。お答えいたします。まず法律の立て方といたしましては、司法書士等は行政書士等、公認会計士等、または税理士等とは異なり、対立する当事者間の民事紛争解決業務を取り扱うことから、依頼者との信頼関係の構築が重要であるため、疑わしい取引の届出義務の規定を法律で設けることは、弊害が大きく相当ではないと考えているところでございます。また、その法制度でございますが、一方で司法書士、の業界におきましてはですね、独自にマネーロンダリング対策を進めていただいているというふうに承知をしております。はい、しかし弁護士大丈夫なんですよね。弁護士は規定の中に義務がかかっていて、司法書士だけ落ちてるんですね。でしかも弁護士については快速で対応するときちんと法律でその後補うことがある。まさに第5次でファトフで審査するときに落ちてるじゃないですかと、法律上と、こういう指摘が来るじゃないですか。
だから別にあの法律で義務を課せと言ってるんじゃない、弁護士会も、弁護士についても、司法書士についても弁護士会と同じように第12条の2みたいなのを設けて、司法書士会においても快速できちんと対応するんだというふうに入れておかないと、また第5次審査のときにこれ落ちてますよという指摘を受けるじゃないですか。いかがですか。井ノ原警察庁組織犯罪対策部長。お答えいたします。2つの面に分かれると思うんですけども、取引時確認、につきましては、あの弁護士あるいは司法書士におきましてもそれぞれ、やっていただくという、あの法律の仕組みになっておりまして、疑わしい取引の届け出につきましては弁護士司法書士ともに法律では措置されていないというふうに整理をいたしております。あのこれあの別にあの司法書士会をなんか疑ったりとかしてないんですね。単に法律上義務で落ちているので読んでいけば次説明され次第5次の時に説明するときにこれ落ちてるじゃないですかという指摘が来たときにまたこの分野で指摘をされるというのはよくないでしょとそう言ってるんです。いかがですか。井ノ原部長。法律の仕組みといたしましては、弁護士につきましては、取引時確認そのものをですね、法律の規定ではなく、弁護士会の快速で、行っているという仕組みであるというふうに承知をしております。一方で疑わしい取引の届け出につきましては弁護士司法書士ともに法律上は義務付けられていないというふうにあの整理しております。まあ、あの答弁になってないんですけども、まあ、あのもうちょっとしっかり答弁してください。はい、参考人が参考になってないというのがありますが、本当にこれ止めてもいいぐらいなんですけども、もうそういうことするとよくないのでやりませんけども、今の答弁全然あの納得誰もしてないですよ。よく考えた方がいいと思いますよ。質問を移したいと思います。次にあの NPO 法人、先ほどから議論がありますけども、まあ、あの何度も言われるように法令整備で唯一のノンコンプライアントであると。で、これ何かというと、収益事業以外は非課税であるということが、これが狙われているんだと思います。つまりですね、反社会勢力のフロントにならないように、例えば NPO 法人とか宗教法人とか、そういうものを、そういうフロントにならないようにしていくということが、これが大事なんだと、私はそう思ってるんですが、これ、あの宗教法人についても、NPO 法人についてもですね、所轄庁の宗教法人は所轄庁の大半が都道府県知事です。NPO 法人については都道府県知事と、で政令指定都市についても、NPO 法人については政令指定都市は、活動が政令指定都市の中で収まるのであれば、政令指定都市市長が所轄庁です。金融警察当局の対応は言うまでもないんですが、自治体側にしっかりと意識づけをして、宗教法人、NPO 法人、それ以外にもいろんな、このファトフで言われるところの NPO 法人に当たるものあると思いますが、そういう所轄庁に対する対応が必要ではないかと思いますが、いかがですか。大谷審議官。お答えいたします。あの NPO が反社会勢力のフロントになってはならないというのは全く仰せの通りだと思います。NPO 法人をはじめとする非営利団体に関しましては、昨年8月ファトフの第2審査報告書第4次審査報告書におきまして、あのご指摘のとおり、これだけノンコンプライアントになりまして NC ということでございまして、ファトフからは、リスク評価を実施してリスクベースアプローチによってリスクに応じてモニタリングを実施すべきだという指摘を受けたところでございます。これを受けまして内閣府におきましては NPO 法人のテロ資金供与リスクに関する文書を取りまとめ、本年6月に全国の所轄庁、都道府県、政令指定都市に対して説明会を開催する等によってモニタリングなどの実施を求めたと承知をしております。加えまして内閣府においては、テロ資金供与への悪用を防止するためのガイダンスを作成し、所轄庁に対して
全国の NPO 法人へ当該ガイダンスを説明、さらに周知すると、これを求めたと承知をしております。また文化庁ではおきましては、研修会等を通じまして、宗教法人や都道府県に対しまして、マネーロンダリング、テロ資金強要対策に関するファトフ勧告の内容、それから NPO 等が悪用される危険性などについて周知を行うとともに、特に不活動宗教法人が悪用されることを防止する観点から、都道府県に対しまして、不活動法人対策の事例の共有、モデル事業の推進などを行っているところと承知をしております。今後、関係省庁の間でよく連携しながら、こうした取り組みを進めることで、ファトフによる対日審査の評価改善につながるものではないかと期待をしております。尾形君。はい、頑張ってください。続きます。地銀とか信用金庫についてもですね、指摘があるんですね。で、その観点で、私、個人的な経験でですね、かつて外務省にいたときに、タリバン制裁を担当していたことがあります。これ、結構難しゅうございまして、例えばよく聞くモハンマドという名前なんですけど、M の後に次の綴りがですね、O が来るか U が来るかというのは、これ、書く人によって違うんです。モハンマドというのは、ムハンマド、モハンマド、違うんです。で、1文字違うだけで、コンピューターシステムからパーンと弾かれるんですね。で今、レクの時聞いてみたら、いや、そういうのをフォローする体制はだんだん整ってきているということでありましたが、これを、こういった細かいところをですね、地銀とか信用金庫にそれも対応してくれというのは、これ、無理があると思います。なので、共通のプラットフォーム作ってですね、そういうテクニカルなところというのは、きちっとした形で対応できるようにして、地銀、信用金庫で何か怪しげな取引があるときの対応をもうすべて地銀信用金庫、それ以外の金融機関もあると思いますが、そういうところに投げないということが大事だと思うんですけども、いかがですか。金融庁、柳瀬参事官。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、制裁対象者への対応につきましては、例えば同一人であっても名前の表記のアルファベットのスペリングに違いが出てくるといった問題がございます。こうした観点から、こちらも委員からご紹介ございましたけれども、現在多くの金融機関で制裁リストの照合のためにスペリングの違いを幅広に検知する曖昧検索という機能を備えたシステムを、活用しているところでございます。他方で中小金融機関においては、こうした制裁対応について高度化や効率化等を図るには負担が大きいとの声があることは承知しております。で、このため、例えば現在銀行界では全銀行を中心にマネロンシステムを共同化し、高度化及び効率化に向けする検討が進められており、金融庁としてもこの取り組みを支援しているところです。で、我々といたしましては、各金融機関がマネロン対策等を共同化して、その知見やノウハウ等を集約する形で業界全体として取り組むことは、対策の実効性や効率性の向上に資するものと考えており、引き続き業界団体等ともよく連携しつつ、共同システムの活用等による中小規模の金融機関の負担軽減と全体の底上げに取り組んでまいります。尾形君。銀行の仕組み見てみると分かるんですけども、日本人だと名字があって名前があるということなんですが、例えばアラブの人って、自分の名前ビン、父の名前ビン、おじいさんの名前で一族の名前というので、完全に名前の形態が違うので、コンピューターの仕組みに入れるとどれが何に当てはまるのかというのも、これですら外してしまうことがあるわけですよね。これですらコンピューターシステムからポコッと落ちてしまうことがあるわけでありまして、こういう難しさがこれからたくさん出てくると思います。すでにあると思いますけれども、これを負担を地方の金融機関に丸投げしないように、先ほど共通のシステムと言いましたが、よろしくお願いを申し上げたいと思います。続きまして、貴金属店についてお伺いをしたいと思います。貴金属店についてもよく分かってない、こういうマネロンについてよく分かってないのではないかという指摘があります。金の地金の対応というのは非常に警察、財務省、そして経済産業省、苦労していると思います。こういった貴金属を通じたマネーロンダリングについては、業界法の業法がないので、非常に対応難しいのではないかというふうに思いますけれども、経済産業省がガイドラインを作られたということです。このガイドラインで、誤字審査に耐えられるようなものになっているというふうに思われますか、経済産業省。財務省。はい。資源入れる庁、資源エネルギー庁、貞光部長。何よ、
はい、お答え申し上げます、経済産業省におきましては、これまでも宝石、貴金属等取扱事業者の業界団体と連携しまして、反収法に規定された義務の遵守など、マネロン対策の徹底などの周知を行っております。また今年の2月には、先ほどご質問ありました、宝石、貴金属等取扱事業者におけるマネーロンダリングおよびテロ資金共有対策に関するガイドラインを策定、公表いたしまして、さまざまなリスクの特定、評価、提言などを事業者自らが行えるよう、普及啓発を行っております。今後もこうした事業者における健全な取引環境が維持されますよう、関係省庁、団体と連携して、この反収法やガイドラインに基づく指導、監督をきめ細かく行ってまいりたいというふうに考えてございます。尾形君。はい、金については、消費税のを狙った脱税が結構頻発してですね、これで関税関係の法律を改正して、重罰化してるんですけれども、ただ、これがあまり今までそこまで効果を示してないのということがあったりして、この件、結構難しいところがあると思います。頑張ってください。それでは犯罪収益の没収について、お伺いします。これも厳しい指摘がなされておりますが、いろいろと物の書物を読んでおりますと、結構いろんな課題があるんじゃないかというふうに思ったんですね。で、いくつかまとめて質問させていただきたいと思いますが、送金先の口座を差し押さえたりとかですね、さらに凍結したりすることが非常に難しいのではないかという指摘がある、それについてどう思うかと、1点目。で、2点目。マネロンの中でですね、収納代行業者が入ってくるとき、収納代行業者が入ってくるときに、収納代行業者というのは、別に自分でお金を持ってるわけじゃなくて、もうすぐに誰かに渡しちゃうので、こういう人が取り締まりができてないんじゃないかというのが2点目、3点目、犯罪に使われるホームページのドメインを没収するようにしてはどうかと、悪いことやってるホームページ、大体ウェブでやってるわけですから。犯罪に使われるホームページのドメインそのものを没収できるようにしてはどうかと、この3点をお伺いしたいと思いますが、いかがですか。はい、これか。法務省保坂審議官。1点目の犯罪収益が送金されるのした口座につきましては、現行の組織犯罪処罰法によりまして、その没収する、その没収すべき犯罪収益があるという場合には、それを保全するという形で、没収保全の手続きが定められておりますが、もとよりそういう口座をどうやって捜査の過程で発見するかというところは、それはなかなか容易ではない面もあるので、そういった形での指摘かも分かりませんが、いずれにしても法制度としてはそれは可能でございます。それから収納代行業者が入った場合ということでございます。ちょっと具体的な事案を前提にすることは難しいのですが、没収ということで言いますと、組織的犯罪処罰法の没収というのは、犯罪収益として、犯罪により得た財産が、それが転換していった場合でも、それが追跡可能な限りは、法的には没収が可能ということになっています。ただ、間に関与者が多くなりますと、それをトレースしていくのが、捜査として、難しい面があるのかもしれません。ですから、その指摘かもしれません。それからドメイン、について没収するというお話ですが、申し訳ございません、私はドメインということについて詳しくないのですが、今回その没収可能な財産をですね、その財産の性質にとらわれず対象にするということにしております。従いまして、財産に該当するものであればそれは没収可能でございます。例えば何とか利用権みたいな例えば電話利用権とかゴルフ会議権とかそういったそういった金銭債権でないものについても、財産である限りには没収可能というふうに理解されますので、例えばその何とか利用権みたいなものがそのドメインについてもあるのだとすれば、それはその権利を没収することが可能になるのかなというふうに差し当たり考えたところでございます。尾形君。はい、結構先ほど言われたように間に何かいくつかエージェントが入ると対応するのがだんだん難しくなると、もっと言うと、国境をまたいで管轄権が別のところに行っちゃうと、さらに対応できなくなるということなんですが、ここはまさに国際協力の事案でありまして、国際協力はぜひしっかりとやっていただきたいと思います。網をかけて、追っかけていくというのが、これが大事でありまして、この点についていかがですか。はい、保坂審議官。
ご指摘のとおり、その没収の対象になるような犯罪収益が外国に所在するという場合には、日本で直接それを没収して、没収を執行するということができませんので、日本で裁判をして没収判決が得たという場合には、その没収判決の執行を外国の当局に対して共助をお願いする、で外国の方でその、日本の判決を執行してもらって、その没収の目的を遂げるという形 の執行の共助という仕組みがございます。これについてもその外国におっしゃるとおり資産が流出しますとそれをトレースするというのが実際上なかなか難しいところがありますが、もし発見できた場合にはそういった形で没収ができるようにするという仕組みになっております。終わります。次回は来る11日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。